園田の地元には千と千尋の神隠しのモデルになった建物が、3つあると言っていますがありませんダメよ嘘で町おこししたらそうだよ本当にびっくりした。後から建ててね、その千と千尋に出てきた建物あ、じゃあ、あるんだあるある店があるんだ、まんまの逆に怪しい、ある原色バキバキのまんまのやつ逆に怪しいだろということで、はい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。んマジでこの流れる日じゃないか。違う。1月19日。もう2日後だね。2日後か。そうか。じゃあ今日は誕生日の2日前。そうです。はい。ということで。嬉しいね。嬉しい。ね、やっと自分の回が回ってくるのを待ってた。確かに。これ誰から、そっか、園田と吉原から始めたんだ。そうだ、そうだ。そうだ。だから、そっか、2月スタートで、うん、そうだよね。もう結構空いたわ。半年空いた。毎回、誰かの誕生日のためにさ、早く私の番、早く私のって言ってるイメージあるもん。あるあるある。私、誕生日大好きなんだよ。まあ、みんなそうだね誕生日が大好きということで ねさあ、じゃあ行きましょうか。張り切っちゃうね、こっちはね誕生日大好きな人を前にさ主役だから優しい。テンション上げていきましょうね。そうだね。バイクだけに。あ、もうバイクだけに、バイクだけに、うん、え、BKB？ うん、なんで BKB やったのに。お前のテンションのせいじゃん。ブンブンって言ってあげなよ。ごめんて、ごめんて、ブンブンって言ってあげなよ。ひどいよ。ブンブン遅っ。にぃだって取り直すもう渡していくどんどん、うん、結構長いからね。長くなっちゃうんだよこれ。いつも嬉しい。じゃあもうどうします。誰から。はい、レナちゃんで。あれよー、レナちゃんいいね。一番テンション高い今ね。そうそう、吉原が普通に喜び。あ、おい、バイクもまだなのに画面外から。ブンブン、レナちゃん剥き出しなんですけど、うん、あ、そうなの。目つぶったら、目つぶって。気をつけて。気をつけて。コート気をつけて。じゃあ、はいはいはい、こっち行きましょうか。はい。重たいの。ガツガツぶつけて。今。レナちゃんボコボコにするから。まあまあ確かにな。ぐちゃぐちゃになって。もうね、準備しとくって言うもんね。破壊しよう、うん、破壊するための破壊しようプレゼント。お前言っちゃった破壊しよう、ね、終わるの就活な。あ、そうそうそう、え、いい。まだない。え、ない。いや、あ、おい、おい、じゃあ、置きますよ。置いて、こっちじゃない、こっちを置いてたいから。うん、嬉しい。はい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 。あ、萌え子に見せてもいいんだけど、うん、こうね。まあ、映ってるから、パッと見たら。じゃあ、はい、私が持ってきたプレゼントはこちらです。すごい。ホームレタリー。すごい。あげがいあるの。嬉しいっすね。こんな喜んでくれた。私は生地が大好きだから。そうなの。あなた生地編集でしょ。一番はしゃぐ。そうなの。嬉しい。いや、嬉しかった。すごい。これで具がない肉まんとか作れちゃう。もうまずいだもん。え、すごい。具がない肉まん。あ、それだけ食べたいんだよね。すごい。まあまあまあ、私は料理しないからわかんないけどさ、ぐちゃぐちゃのものしか食べれない。白滝を切らずにすき焼きに入れるのマジ。ほんとびっくりしました、あれ。まあ、よくわかんないですけど。三毛御殿に投稿しようかな。採用されないじゃん。ここまで、ここまで、ここまで。バレるよ。ホームベーカリー、まあ、生地が好きっていうのもあるし、まあ、もやこさん家に何があったら、なんかいい。いいかな。そう、なんかその、イメージ向上ってこと。いやいやいや、その、うんうんうん、私的に、うん、萌子さん家にそう何が置いといてあったら、うん、なんか萌子さんっぽいかなみたいな。で、まあ、ホームベーカリーかなっていう。すごい。まあ、なんかこれ、まあ、とりあえず、まあ、夜とかに、うん、まあこのまあ、ほんと最低限だと、うん、小麦粉とイーストとお砂糖とかぶち込んどけば、うん、朝起きた時に出来たてのパンが食べますよみたいな。すごいね。一気に作れるらしいでしょ。あ、そうそう、一気に作れる。あ、まあ、そうか、でかいもんね。すごいの。いや、じゃあみんなに作ってサンドイッチパーティーでも。ほら、はい、そう、ちょっとそれ嬉しかった。その、萌子さんの作ったパンをいつか食べたいなと思ったから。あ、ほんと、うん、じゃあ生地フェチをこれで極めようかな。ぜひ
よかった、こんな喜んでくれて。え、嬉しい。いいね、最初から。もう、めちゃめちゃ重い。その、いやそう歩いて持ち帰る。ね、今、こうはできるけど、こうはできない。俺、今開けたら終わりだよね。本当だ、確かに。そうそうそう、そうなんです。うん、なんかね、どてっこすね。放送とか、まあ、どっこら、どっこらでもいいか。うん、いい？いい？いいよ、ずっといい、ずっといいよ、ずっといいよ、いいわけないだろ、勝手に喋ってるからやめてよ、聞こえ音声だと思っていや、だから、このせっかくグルメむき出しになっちゃうからよりバナナマンとか喋ってるもういい、ほんとにむき出しになっちゃうからね、その放送してほしかったんだけど、もうやっぱでかいから、取っ手をつけることしかできませんけど、ちょっとそうなんだ、そうなんで、ちょっとむき出しになったら、いや、全然嬉しい、まあ、ホームベッカリーどうぞ、よかったら使ってくださいって愛とホームベーカリーのね、むき出しがいいって言いますから本当にな本当になってな本当になってな優しすぎる名虫むき出しっていいね、なんかあのアイドルの写真集の名前みたいな。あ、確かに、気持ちが絶好調だなやっぱ、三本取りともなるとありがとうございます。よかった、いいですね、はい、いい、順調、いい、あのさ、じゃあ、お茶屋後ろどっか、はい、どうしたらこれはどうしようか、まあ置いといたら、前ちょっと置けるかどうなるかわからんけど、はい、他の人のプレゼントにもよるけどね、はい、よいしょ大きいな。次じゃあどうしますか、りょうやくんで、あら、あら、意外珍しい。なんかりょうやくんちょっと考えてたみたいな裏取れよ聞いたんですよ、ありがとう。なんだなんだ、本屋の、はい、本だね、紀ノ国屋のブックスですね、うん、ありがとう、来ますよ、うん、あ、もう早速、なんだろうな、でで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 、でで、あ、いいじゃん、いいじゃん、恐竜だ、モエコはね、恐竜大好きだから、そう、これめちゃめちゃすごくて、これ職人のハンドメイドの、うん、で、現品限りこれしか、いや確かにすごいわ、そうだからめちゃくちゃリアル、箱とかないんだけど、めっちゃ高そうだな、ちゃんとしてるね、うん、でもなんか安かった、あ、ほんと、すごい、ちょっと俺が悪いよすごい、そう、口も開くんだよ、あとね、水鉄砲とかじゃない、足もっと安い方あとマンモスの球子本物もらってる、これで、うん、古代を感じてる、これバカ高そうだけどな1000円これ、言うな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 、化石か、ええ あれやばい、調子乗ったえマンモスが草などをすりつぶす時の歯それが球種、それが球種、嫌いな人の反応だもんね、これね、え、化石、ありがとう、あ、どういう感情の動き今の化石か、嫌なの、うん、なんか、うん、これ嬉しい、これ嬉しいな、これ嬉しいな、これ嬉しいな、これめちゃくちゃリアル、すごい、超いいよ、で、マンモスの球種、化石あれ化石に引っかかってるの、マンモスは好き、マンモスの歯の化石、マンモスが欲しかった、うん、なあマンモスがいればよかったでもありがとう、あ、まあ成功かな、大失敗だよマンモスの歯どうやって飾ればいいの、これ出せる、出せはしない、確かに、いや、そんなことするやつじゃないみたいな、ね、うん、暴れ出しちゃう、マンモス、え開けたらこんな力があるの、球子だ、球子、マンモスの球子が暴れ出しちゃう、こんな固形で暴れることないけどえ、でもこれすっごい嬉しいな、それいい、これは上がる、すごいいいよ、え、すごい、これ行ってないよ、トイレに、え、そうなんだ、そうだね、トイレに置く、トイレに置く、トイレに置きたいです、できる、好き残ってる、好き残ってない、トイレが好きなのどっちが好きか分かんない、これすごい、はいはい、ね、大事に落ちないように取っておきましょう、はい、さあ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 、難しい、あ、そっか、2人もいるのか、うん、そうだよ、初めも持ち、いや、まあ、マンモス多くな、前に、あ、
かわいそうになってきた。全部お前が言ってる。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、はい、一旦もうこの後呼ばれたくないです。もう絶対この後呼ばれたくない。もう目合っちゃいましたもんね。ソノダさん。一旦か。一旦ソノダ。いや、ソノダ挟んで。挟んでメインに行きましょうよ。嬉しいの持ってきてくれそうだから。これちょっと出したら分かっちゃうんで、ちょっと一個いいですか。ダメです。マジで言ったんじゃん、じゃあ本当にカット、ここはナレーションベースなんでね、早話ね、ナレーシーちょっと申し訳ないんだけど、ちょっと忘れててギリギリになっちゃって買いに行くのが、うん、ただちょっと思い出しただけ。違うプレゼントはやんなくていいや、池松壮亮やんなくていいよ。プレゼント、萌ちゃんどうしてそんな聞こえてないかな、それ。で、ただ、なんかね、好きなブランドをね、なんか、分かったのよ。分かった？ごめん、どうやって知ったかは秘密なんだけど。怖い！それだけちょっと分かって、分かって、そこの、お店行って、買ってきちゃったの。なんだろう。で、お前が使うんだろ。使うのよ。2個買って。自信あります。お、メッチ。あ、いいよ見て。あー、キャスリーニじゃん。ほら、すごい。すごい。まあどうやって調べたかは秘密ですけども、どうぞ。俺の変態ベースで話進めんの。なんか原宿にあるセレクトショップみたいな。これがブランドってよりは、これのお店に行けば可愛いものが売ってあるみたいな。なるほど。だから、何とか全く想像がつかない。でも俺が一目惚れしたやつ。でも園田さんがこのお店に行ったっていうのがまずなんかすごい嬉しい。うん、原宿に降り立ったんだ。そう、降り立ったやつ。原付きでな。なんだろう。どうぞ。あ、かわいい。バックです。まだわかんないわ、全貌が。あ、本当？サコッシュみたいなことですか？そう。あ、ごめんなさい。なんか。何？あ、よかった、出てきた。もちろん。こういうこと？あー。いや、みんなそんなセルフ。すごい、この感想を待つ。あ、ほんと。え、めっちゃ可愛い。あ、キャスリーヌ。よかった。ごめん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 。普通に。ほんと、好きな色だ。お、あ、しゃぶり出す。どうせ靴なんか教えたんでしょ。いや、私教えてない。違う違う違う。じゃあなんで。違う。それ、そう、あれは違う。教えてもらってはない。そうなんだ。なんかね、そのね、衝撃がまだちょっとあってね。なんでそこが分かってしまうの？衝撃がね。え、でももちろん、すごい嬉しい。なんか無難な色の中のこれだったから、うん、なんか無難な色を誕生日にあげるのもなと思って。あ、そういうことか。ちょっと奇抜な色。だって、いつもの感じの色合いにすごい合ってます。そう。ね、あの、スマホカバーにもぴったり。あ、そう。ね。なんか、トートルホルダーペットボトルホルダー？ペットボトルホルダーではないか。どれが？全体が？2リットルのペットボトル入れて入れるか。1リットルちょうどよさ。ウィルキンソンの1リットルのやつ。何？俺のタンプレがちょっといいからなんかリスイ始めてるんだけど。まあ、私最近よく水飲むようになったから。うん。あ、入れる。じゃあペットボトルホルダー。まあいいわ。好きに使って。え、ありがとうございます。はい。ここのお店を選んでくれたっていう、それがすごいわ。どうやって調べたんだろう。うん、そう、ちょっとそれだけずっと怖いんだけど。なんか普通に言ってた、稽古中に。あ、なんだ、うん、なんだ。じゃあそれ言えば全然好感触だった。なんでちょっと伏せるの。恐怖の上の声が。しがんじゃった。ちょっとしがんじゃった。わーい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、なんかすごいいいですね。はい、本当、一旦終わりましたけど。本編、ごめんなさい、スピンオフが終わったので。あんま間にスピンオフが挟まない。なんかずっと悲しい顔してる人がいて、うん、その人を呼びます。はい、
ゆうたさん、はい、悲しい顔してた。なんで人の誕生日あれちょっと待って、なんで悲しい顔してる、そういうこと。え、あ、いや、違う違う、え、大丈夫。あ、じゃあ、なんか普通に、普通にデカすぎるの2つ申し訳ないなって。あ、なるほどね。なんだ、じゃあ、もっと、あ、ちゃんとラッピングしてある。はい、嬉しい。かわいいラッピング。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ワクワクするね。嬉しい。なんでさ、カメラにさ、このこっちが映っちゃうの。あ、ほんとだ。ラッピング。前、りょうやくんにビリビリに破られた時、悲しかったから。すごいね。待ってからさ、許してよ。なんだろうこれ、ちょっと見てもわかんない。ほら、こうなんか可愛らしい。クマじゃない。なんだろうこれ、なに、どういう感じなの。え、なにこれ、なんか、え、これかわいい。あー、なになに。エアーオーブンです。エアーオーブン。エアーオーブン。食い物の、食い物の油で。食い物の油、食い物の油で揚げ物するやつじゃないの。あの、なんか熱風で、なんか油使わずに熱風で、なんかあの揚げ物とかいろいろ作れるみたいな。だからポテト書いてんだ。そうそうそう。すごい。なんかお惣菜が結構復活するみたいなこと。なるほど。これいいな。そんなのがあるんだ。羨ましいこれ。これちょっと重いだろ、持って帰れないだろ。そんなの。2個は無理でしょ。すごい。すごい。まだいけるから。喋らずに。クジャクのやり方。なんかずっといいな。威嚇。自分のためで。すごい。だからまあいろいろ作れるし、今洗い物そんな出ずに、あ、これいいね。ここで作れるんだ。マジで欲しいんだよこれ。これいいっすよね。超いい。すごい。エアオーブン。肉の、その肉の油でそのまま上がっちゃう。なるほど。そうそうそう。そうなんだ。いいなぁ。え、開け、開けなよ。なんか見た目もすごい。まあ、開けてもそれ絵のやつだけど。頑丈なの。え、あれがさ、見たい俺。レシピ本入ってんだろ、絶対。あ、レシピ本入ってます。なあ、思ったより。出すから行けそう。あ、出すか。あ、結構大きいんだね、これ。いいじゃん。なんかちっちゃいと使いづらいかなと思ったんだよな。結構なんか、この引き出しが結構でかいっぽいんで。ほら、レシピ本、レシピ本。ほらほらほら。ほらねえ、私のプレゼントなんだけど。かわいい。入れとくだけでいいってこと。そうそうそう、入れとけば、ほっといていい。ちょっと味だけ、ね。メニュー何が作れるの。唐揚げとかね。え、ほんとだ、めちゃくちゃ揚げ物だ。15分でできる。すごっ。そう、ほら、油、油ないでしょ。ほんとだ。油入れなくていいから、油捨てんのとかもめんどくさい、いいし。すごい、一気に楽になる。油っぽくもない。結構ね、私の料理しないでしょ。待ってよ、分かる。声だけはシャッ。料理する組だから。料理する。まあまあたまにね、するでしょ、だって全然。え、するするね。え、嬉しい。いいよいいよ、これいいよな。最近やっと自炊のね、癖がついてきた。エビマヨも作れるんだ。いや、いい。エビマヨはいい。エビマヨはいい。何でもマジで YouTube で食えばいい。いや、そうだね。すごい。すごいね。なんか揚げ物だけじゃないんだよね。確かに。そうですね。圧力鍋とお前が炒めてなんか豚肉だけの、その揚げも同時にできるってこと。え、になるよね、多分。すごい。それ超すごくない。あ、別だ。あ、でもこう野菜もできるんじゃん。うん。全部できるじゃん、じゃあこれで。これちょっと本当に知らなくてめちゃくちゃ嬉しかったもの。これ知らないでもらったら超嬉しいだろ。すごい、うん、魔法だから。めちゃくちゃ広がりそうですね、幅が。簡単だよ、全部。これいい、これ一応。ああ、うわっ、いいね。ごぼうのフリットですよ。あ、いいな、いいね、いいね。いいじゃない、いいじゃない、うん、これはこれもう順番に作ってきなよ。はい、ありがとうございます。なんでそんな悲しい顔してたの。いや、ちょっと、なんかでかいかな。まあな、でかいけど、でも、いや、これいいよ。いいっすか、よかったよ。でも、これでパン作れなくて、本当に良かったね。あこれ、パンもいける。危ない、危ないとこよ、危ないとこよ。あ、危ない。まあ、多分パンは作れないでしょ。いや、無理でしょ、オーブン。無理無理無理。オーブン、そうそう、オーブン、あれ、オーブンか、頑張れば入れれば、頑張れば。無理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 。なんで、オーブン
でーかい。今あれ、あ、マフィン、マフィンじゃん。マフィン、マフィンはパンじゃない。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 オッケーオッケー。でもだカスマリアとマフィンはパンじゃないわ。じゃあちょっとそっちに置いておこう。はい、はいはい、ありがとうございます。あ、そうです。おめでとうございます。いいじゃない。いいですよ、いい流れ。すごいな、なんか、うん、いいことした。いい、後ろに。あ、うん、さあ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 、あ、もう、はい、あと3人、3人決まってます。タマちゃん。おい、おいいね。タマちゃんはね、いろいろ知ってるから、結局いつもいいのをみんなにあげてる。そうだね、確かにね。みんな喜んでるな、タマちゃんのやつは。はい、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。アフタヌーンティーっていうお店のやつですね。これ何のお店ってんだろう。なんかね、いろいろ売ってるね。雑貨屋さん。雑貨屋さん。もう単純、なんかまあ一個ドンって感じじゃなくて、うん、何個かこまごまって感じなんだけど、もう、あ、もうこれ萌子の家にあってほしいと、これ今後、今の状況を考えたら今後使うんじゃないっていうのと、萌ちゃんいつも本番前こんな感じのことしてるなの3点。完璧じゃん。すごいね。あげたね、だいぶハードル。あ、よくないかも。え、全部忘れちゃった。あ、じゃあいいよ、よかった。マンモスと。あげる。マンモス。あ、ほんとだ。なんだろう。え、え、大きい。大きいのからじゃあ。はい、どうぞ。じゃんじゃんじゃん。これは、あの、まあ、まあ、何でも入る。その、結構何でも入る、何でも入る。だから心意気の話。その、遠征することが言ってないよ。遠征することとかめっちゃいいじゃん。増えたじゃない。あ、すごいすごい。いいな。めっちゃいいよ、これ。そう、こういうの欲しいんだよ。防水だから、お風呂場とかでも使えるし、普通にまあ、なんか物、下着とかでも入れられるし、アパホテルに泊まった時とかね。そうそうそう。そうじゃん。あ、そっか、たまちゃんと同じ部屋だったしね。なんかそういう、もう本当に持ち運ぶのに適してるやつ。すごい。へぇ、もう欲しい。え、すごいすごい。なんだこりゃ、なんだこりゃ。いっぱい。多分使うでしょ。大容量。ちっちゃなパックがいっぱい。ちっちゃなパック。切るんじゃないの。あ、見て、そう、パチンコがパチンになってて、取り外せるし、ここでくっつけれるし、みたいな。めっちゃいいじゃん。すごい。すごい。これ欲しいよね。アトピーの薬とか入れれるし。めっちゃ欲しいな。どんだけ持ってくの。俺ならこう使うね。100均でいいだろ、おめえは。おめえは100均でいい。なんでだよ。アフタヌーンティーでいいだろ。すごい。お姉さんっぽい、なんかプレゼントが。しかもこれ入れるものなのかな。いや、アザラシじゃないんだから。ああ、ああ、俺っすよ、あの時のね。頭がおかしいのかと思った。アザラシ持ち歩いてる人だった。アザラシをパックに入れる。なんかいっぱい入ってる。タマちゃんだけ。タマアザラシだね。タマが現れた。はい、あ、それはね、歯ブラシ。これと一緒に見てほしい。あ、あれじゃない、あの仏壇の就活、やっぱ就活な、やっぱ就活で早い段階からやってる。そうなんですよ。あれ開けてないけど破壊しだから。待ってよ。はい。なんか結構セットなんだ。萌ちゃんはなんかその家の時間をちゃんと楽しむタイプだと思ってるから、もう使ってほしい。これは萌ちゃんに使ってほしいな。で、うがいするとことかに。なんでそういう使い方になるの。いや、別に。いや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 、うがいこと大事だろ、うがいだってよ。マジハスミだ。超かわいい。これがね、超かわいい。これなに、これなに、これが揺れてるのがいいね。スプーンなんだ。あ、スプーンなんだ。へぇー、これ超可愛かった。これはもうすぐ選んでくれた。シオンとか入れとけばね。いや、マジハスに。いや、俺がシオンのとこ入れた時ぐらい思ってるから。あ、ちょっとちょっとじゃないよ。マジハス。すごい。これはもう家で使っててほしい。ありがとうございます。いいですね。いい。酸素方針みたいな。ああ、まあまあ、そうね。打ち切れていいのみたいな。いいだろ、酸素放射みたいな。酸素放射そんなに嫌じゃなかったかもしれない。さっきのよりはね。そう、これ、もう一個は。え、なんか待って待って、すごい待って、これすっごい欲しかったの。え、
つ。それマンモスからできるの？違うんだけど。マンモスで代用。マンモスの九州で代用。違うんだけど。部分的にそれない時の、それない時の代用。バサバサのサイト。バサバサなの。バサバサってなんだよ。すごいね。これはもうあの昔ってかそのホテル同じ部屋になった時に私がこう大きいやつを持ってたらいいなみたいに言ってて、でまあ本番前とかずっとここやってるじゃん、もえちゃん。そう。だからもうちっちゃくて持ち運べるこういうローラー。これ私と靴野がこの前遊びに行った時にもう欲しすぎてテスターで私ずっとこうやってやってて、嬉しい。そう、靴野にそれ買えないよって言われたけど、いやでもちょっとな。誰か聞いてあげなよ、靴野の話を。何なんか言ってた。いつもだよ。いつもだよ。いつもだよ。え、だから本当にこれも、なんならギリ靴名がくれるかなとか。あ、危ない。あ、危ないじゃない。ちょっと、まだわかんない。なんであの顔。涙をこらえてる。そうな顔してる。映したい。まあ。映したいな、誰かの前で欲しいって言ったもん。そうなんだ。いいなって言ってたから。すごい。ドンピシャで。すごい。これが結構びっくりだな。やったー、嬉しい。お隣に。いいね。マンモスじゃん。素敵。マンモス。マンモスも素敵。どっちでも、どっちかこれに入れて演奏行けば。こっちだったーってなるってこと？ちょっとごめん。で、毎回右持ってくればいい？適当に選んでるのよ、毎回って言えば。あー。ちょっとはいいんだけど。ねえよ。ありがとうございます。よかった、嬉しい。すっごいここが迷うんだよな。いや、俺の方がいいじゃない。次、うん、じゃあ、はすみさんで、うん、ちょっとふざけてないから、最後じゃない方がいい。ふざける人いないだろ。ふざけてない。誰もふざけてない。普段ふざけてないってことは、面白いってことでしょ。まあ、そこはなんか最後のメインなんだろう。くすみもな。え、でも本当に分かんないな。なんだろう。でもね、自信あります結構。なんか欲しいというか、はい、いいんじゃねえかなって、あったら部屋にあってもいいし、本来の意図で用途で使ってもいいしっていう感じですかね。おめでとうございます。ありがとうございます。なんでしょう。そんなに明確にいいと思うの。うん。欲しいね。なんだろう、なんだろう、なんだ？ん？え、なんだろう。おお、まだ買った。わー、かわいい。かわいい。ランタンですね。ランタン。ランタン。LED、あ、USB なんですよ。へぇー。実際に使ってもいいし、なんか部屋に置いとくのもかわいいかなっていう。え、こう、え、じゃあ普通に外とかじゃなくても、え、まあ、家の中で使ってんじゃん。あ、でも外でも全然使えるよ、これは。なんかグランピング行きたいみたいなこと言ってた。え、そうそう、みんなとグランピング行きたい。からなんかそっち系のがいいかな。まあ色も好きそうなんで。好きな色、似合う。え、すごい。え、そうなんだ。じゃあベッドのとことかに。そう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 。飾るのがいいってことですよね。これは決まったね。なんでクリティカル？バシッていったなって今思ってる、今。これ超えた？え？これ超えた？マンモスは超えてる。マンモスは超えてる。どっちもマンモスだ。リアクションが難しいよ。毎日使うものには勝てないけどね。こういうのはね。でも私結構そういう明かりとかすごい好き。だよね。そう、照明好きじゃん。そうなんです。いや、これいいね。かわいい。ちょうどよかった。いや、光らせたらね、可愛いですよ。あ、そういうサインで欲しいよね。もう全然もう、これでも十分可愛いですよね。光らせてみてほしい。吊るせるんでね。どこでも置けるし。え、嬉しい。じゃあベッド近くに置きます。そうなのよ、うん、それがいいと思う。うんうんうん。え、すごい、これこんなんでも見たことなかった。でしょ、うん、ハマったね。そうな。あ、そんな言わなくて。これは、3位かな。3位。いやー、10位決めてる。1位がこれでしょ。2位は2位がこれでしょ。で、3位。あ、3位か。うん。最下位は、え、最下位は、バッグ。なんでマンモスだろ。かわいい。ティラの込みだから。まあね、ティラの込みだから。いい、やめて。じゃあ、うがいかな。うがいじゃない。いや、おめでとうございます。いや、いいですね。はいはいはい、じゃあ行こうか。嬉しい。最後、靴なだ。準備しとけたけどな。でかいのかな。
気をつけてよ。まあ、靴のはね、一番長いからね。でも逆に難しいんじゃなくて、去年も上げてんだろ。今までやり合ってきたわけでしょ、うん、そ, のそうそうそう、去年はね、去年はやばかった、失敗失敗失敗じゃない、失敗してんじゃん使えないものを上げてしまったのでね、今年はちょっとね、うん、でもケーキは食べたでしょ、一緒に、去年はケーキは、クツナが買い忘れたから一緒に作ろうって言われて、うん、買い忘れたんじゃないよ、聞け話そしたら、あのこうやって作るやつ、手作りでできるやつだ、ハンドミキサーをうちに忘れてきちゃったけど、うん、取りに帰るのちょっと面倒だなって言って、うん、あ、じゃあミキサーで頑張ろっか、それ何時頃の話、うん、いや、ライブの後、ライブの後だから11時とか、うん、誕生日終わるまでに間に合えばいいね、うん、11時ぐらいにハンドミキサーなしでケーキ作ろうってなって、たらこうやって肩をポンポンポンってした瞬間に息がドワーッ流れて、私の絨毯がケーキの液だらけになって、上に乗っけるための缶詰のフルーツだけ食べました。なんでまだ仲いいの過ごしたよ、そんな、そんなクリスマス、そんな誕生日にされたらさ、すごいね、思い出になったね。早く座んな座るんだけど、すごい思い出にはなった座るんだけど、あれすごかったあれすごかったあれすごかったなじゃねえや、人の誕生日台無しリベンジケーキをね、やりましたあ、早く出してるじゃん何これ。これでも出したら分かっちゃう。出したら分かんねえじゃねえか。紙袋をプレゼントするのか。なんだろう。そんなには面白くないよ。自分で言っといてたんだけど。そんなには面白くない。すごい。すごいね。本当に分かんない。ずっと一緒にいてくれるんだろう。お前が主役じゃねえんだ。早く靴なからプレゼント欲しい。おもちゃ。何？何？私ねはい、もう1個お誕生日おめでとう。そんな切り替えやまんじゃん。怖い怖い、そんな切り替えられたら怖い。自分に乱暴だね。アンビデックスだ。そう、クツナが大好きな、ここなんか染みできてるわ。やばい、大好きぬれてる。家に 2,3 日置いといただろ。なんで見つけたの、そんなのお誕生日。早く渡しなよ。一回あげてから。なんでも何話すの。じゃあ渡しなよ。あの、そう、はい、まあ、とりあえず、うん、あ、一回出してから話したらいいじゃん。あ、待って、タイトルだけ言っとく。アンビデックスっていう私の大好きなブランドなんですけど、服屋さん、私のね、違う、でも聞いて、で、こっから私がこの全身いつもアンビデックスの着てるんですけど、一応シェアして受けたけど、タイトルなの、タイトルじゃん、タイトル、全部タイトルなの、タイトルなの、大丈夫、確かにブランドなんですけどね、あの、私いつも着てたら萌子がすごいいつも可愛いってね、褒めてくれるの、うん、可愛いって、私も欲しいっていつも言ってるから、うん、開けてください。はい、普段着てるやつを畳んで畳んで、もう去年のヘマはしませんよ。あ、これってこと。え、これこれがプレゼントってこと。一旦、一旦募集あ、なるほどね。ま、結構、え、どういうこと。あ、このトートバッグに、トートバッグみたいなやつのもう出しやってるってことか。あの、いつも萌子トートバッグに、めっちゃ可愛い、なんか、使ってるトートバッグになんかすごい血みたいのがついてるから、萌子トートバッグに、めっちゃ飲まれちゃうやつね。だから、リスプのね、液慣れしちゃって血がいっぱいついたみたいになってて、私のトートバッグが新しいもんね。これを使ってってことね。そう、じゃあ、なんか萌子にね、すごい似合いそうだなと。すごい、ブルデサボン私もらえるんだ。なんかに何か書いてある。これがメインです。お、メイン。なんだ。あ、開けた方がわかるかな。全部そう。開けない方がわかるのは。でも靴だからこうやってまっすぐ洋服もらえるのすごい嬉しいかもしれない。洋服。ね、何の洋服かも。チャイルドウーマン。パー1アンビレックスっていう、ね、会社のブランド。あら、かわいい。あら、かわいい。クツナみたい。ツナみたいな、ね、あの、これはこの前萌子と古着屋さんに行った時に、うん、あのポロシャツを、うん、あの、このこういうブラウンのともう一つのと迷ってて、私
覚えてるかな。覚えてるよ。ブラウンはもっとなんか私が選んだのは無難だったんだよね、すごい。あ、そうそう、でもっといいやつがきっとあるよって言ったの。うん、これです。その時から決めてこれでした。いや素敵、すごく素敵やん、めちゃくちゃいい、すごく素敵だからもうちょっと黙って渡したらなって確かに、ほんと、友達だから。確かにそういうことがあったんだよね、話で。だからこれにしてくれたんだ。もうね、ちょっと友達感のことですけど、何ですか。謝ることだ。何を申し訳ないと思ってるのかも分かんない身内話をして。え、めっちゃ可愛いし、あと本当にこれも可愛い。うん、いや、いいね、そのポンプがこうやっていいじゃない。うんうんうん、いいじゃない。浴衣みたい、手ぬぐいみたい、うん、旅館の浴衣みたい、可愛い。あ、デザイン可愛いって。可愛い、可愛い、可愛い、可愛いの方か。え、すごい可愛いじゃん、すごい。あ、そうか、うん、ごめんごめん。え、手拭いてない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 、ふざけの方かと思ったら。浴衣も大概だけど、浴衣もあるじゃん、こういうの。あ、でも俺とクスナが残った、俺とクスナが残った、絶対負けるだから、そう、こういう浴衣も可愛いじゃん、別に。ここの花も可愛いね、これ可愛いよ。浴衣いいから嫌だった浴衣嫌だったえ、めっちゃ嬉しい。いいですね、うん、可愛い、うん、みんな、なんか当たり前だけど私の好きなものを分かってくれてる。うん、ねえ、浴衣、誰が怒るの。靴が言ったことになってない浴衣いろんな地獄でした。誰が先生、一体言ったこと言ったこと言ったこと言ったよいつの間にみたいな聞いてないか、言いましたおい、なんでだよ、言ってないよ。これ何なんだよこれは何なんだよ、今のコメンタリズムに戻ろうとありました、ね、もうブラウンのね、ありがとうございます、あげたか、いいな、はい、これでみんなのが全部もらえる。なんか、毎回なんか思う、あんまりみんな外さないよな。うん、うん、あ、まあな、まあスマホ除菌機はいらないか。あ、懐かしい、懐かしい、スマホの場合懐かしい、持ってるわ、つなが、やば、うん、公開収録の時な、そう、貸したんだけど、ずっと持ってるわあれ、ちょっと、あれは、うん、私が一回返そうと思って、うん、持ってったら、うん、なんか、いらねって言われて、言ってない、言ってない、言ってない、聞けないよ、え、聞けないよ、めっちゃ嘘ついてるし、聞けないよ、え、どっち、え、持ってったよな、ゆうたさんいたもん、その、え、これ、なんだっけ、お前、マジで来てないぞ、それは、どっち、どっち、どっち、ないよ、ゆうたさんに、マジで来てない、なんだっけ、持ってったじゃん、カラオケマイク、中野のなんかライブの前に、これ持ってきたからって言ったら、浴衣、浴衣、浴衣、誰か、誰が、浴衣、誰が、浴衣、誰が、浴衣、浴衣、言いました。これ前に誰も笑ってないの。やめろやめろ。ちょっとダメ。普通に返しなかった。返しプレゼントの。そうそうそう。なんかもうそれで、あ、プレゼントにいらねとか言う人。ずる。やだ。持ってないし。持ってないんだもん。もうやった人はこういうの覚えてないんですよ。やばいってマジで。大丈夫。これをくれた優しい子で終わらせてよ。私、やばかったね。どっちなのか分かんないけど。マジか。え、もう俺も分かんないです。だから、その、うん、なんか一日、その日に、うん、まあ今日はちょっといいや、つってクスナが借りてった日を、うん、別れて覚えてる。なんかその、何、うん、その日が別の日みたいになっちゃったのかな。あ、じゃあ次の日持ってった。違う日に。別日に。うん、そこは、なんかそう。あったとも言えない、俺も覚えてないわ、ゆうたさんだけいたから、俺だけいたのか、覚えてないよ、ごめんなさい。なんかそう考えて俺もあんまり覚えてない。あれ多分無意識に言ったんだと思う、その持って帰るのがめんどくさいからいらね、なん
一回あったもんね、そういうくだりをね、少なくとも。あんま、なんかさ、クスナが持って帰ってさ、楽しくカラオケしてた瞬間があるのにさ。ごめん、なんか俺もなんか恨み込んじゃったわ。まあ、しかもあの、あ、何これ言っちゃダメ。あ、違う、俺が丸く収めようとしてるからさ、ちょっと歩幅が悪しい。私も丸く収めようとしてるから。おそれがダメ、それがダメ。リオヤさんの、やっぱあの部屋に、置くのかってなって、うん、収まんないかもこれ、うん、言ってみよう、言ってみよう、うん、やっぱりその、リオヤさんのいっぱい物が置いてある状況の部屋では、うん、ちょっとカラオケを楽しむことはできないなと思って、うんうん、私の、やっぱ家で、うん、お姉ちゃんと、うん、やっぱ一緒にカラオケした方がそのカラオケマイクも喜ぶかなっていうね。じゃあちょっと自分の手元に置いておきたいっていう気持ちはあったんだ。まあなんかそうだね、思い出してきたけど、あれちょっと待って、これ言うたのが、これ言うたのあれが大事よ。なんか、うん、なんかその20分前に終わってもよかったけど、ね、もうしょうがない、もうしょうがないよ。もう話し始めちゃったから、マジおめでとう。ありがとう。マジおめでとう。じゃあ一回戻ろう、こっちに。で、何解決しようや。あ、じゃあ言うただった。なんか、いやなんかその、どうするみたいになったんですよ。解決してほしい。持ってきて、どうするってなった時に、まあどっちでもいいやみたいなその感じになった時に、クスナが確かまだお姉ちゃんと遊んでないって言って、おっと、そうそう、それは言った。で、俺が、そうだ、あ、じゃあまだ持ってていいよって言ったんだったら、俺いらないとか絶対言ってない。持ってていいよってなって、いらない言うやつじゃないと思うんだよな。あ、もう言わない方がよかった。ボロが出ちゃう。多分私にだけだから、こういういらねっていう。本当に言うじゃない。本当に揉め出しちゃってから。多分持って帰るのがめんどくさかっただけだから、いらねって言われて、あ、じゃあ私もお姉ちゃんともっと遊ぼうって思って、うん、だからルヤ君もいらねって言い方かやったかもしれんってことよね。いやでも多分持ってて、まだ持ってていいよとは言った。なんかそんな感じのあれだった気がするな、うん、それがいつの話？誕生日ルヤさんにやって、うん、6月だから次のライブぐらいに会うときに、うん、で6月中ぐらいの話。そうですね。で今、8月が真ん中ぐらいになりましたけど、そっからなんかこう返そうとはしてるの？持ってった？1回ぐらい持ってってないです、うん、じゃあちょっと持ちすぎてるなって感覚はその自分の中では正直。いやもう返すタイミングが分からないですね。それはクスナ次第だよね、返すタイミングが。だってクスナが持っていくって行為だけだから。毎晩お姉ちゃんと大盛り上がりしてしょうがないよ。本当にもうまた持ってったらまたいらねって言われるんじゃないの。ちょっと面白い小話ぐらいだったんだけどな、本当に。全然クスナがこれ、クスナ最初で導入がね、確かにね、そこまで裏でいらないって言ってるやつになっちゃった。え、だから今さ、全部結論出しといた方がいい。そのいるんだよね。うん、だ俺だ、ちょっと定期的に言ってるから、靴のまだ返してもらってないよって言ってるから、うん、俺は、うん、言ってるの、うん、言ってる。でも一回も持ってきてない。そしたらなんかどんどんこっちが終わるんだ。いや、ただ本当にでも私は多分定期に言われてる。そう、まだ持ってきてないよとは言われてる。あ、言われた。うん、言われてくない。で、じゃあなんで返してないの？またいらねって言われる。え、でも、じゃあ言わなくない？いや、いらないって言うんだったら返して。いや、普通にそれは、あれかと思う、その、気を使って言ってんのかと思う、その。え？それでも確認した？ちゃんと。確認？自分の中でこう完結させちゃってたとか、ね、あ、ちょ、まあ完結はしてないの、まだ私の中で。まだずっと根に持ってる。じゃあ何、返したくない？返したくない。なんか返したくないってことや。返したくない。返したくない。優しいな。返したくないんだ。ちょっとシンプルになろうよ一回。そうよ、だってえ、違うじゃん、ちょっと硬くなっちゃってるよ。うん、え、感じそんな俺が
なやついないときどうやって意思決定してんの？そんな俺いらねえなの言ってないでしょ、そんな。いやいらねえは言った？クスナの中ででいいよ、これは。クスナいらねえは言われた？言われた。言われた。だからクスナそう受け取ったんだよ。そんな感じやっていい？だから。そのままマイクを持ってんじゃん、クスナ。貸した。うん、返し、国境返そうと思った日があるわけじゃん。たぶんライブの時ぐらい持ってきてくれたんだ。私が。あ、で、俺、そうそう俺基本さ、カバン持ってないじゃん。うん。だから、あ、今日俺カバン持ってないから、ちょっといらないわ。カバン持ってない日に急に持ってこられたんだよね。だから、まあ、今日返すねっていうのが一方あれば、もうそこで受け取ってんだよ、たぶんね。急だったからって。そう。で、それは一方で、まあ、カバンないから、まあ、いらねって言って。うん、あで、で、まあ言ったよ、言ったよ。カバンないからね、カッコ、カッコ、カバンないからね。カバンないから、いらない。カメラ、カメラ、カメラ、カメラ。クーツナ。クーツナ、カメラ、カメラ。見たことない顔してる。俺全然さ、ちょっと、カバンないから、いらないよって言って、で、その時がすぐだったじゃん、ライブがさ、すぐだったじゃん。返す日がさ、マイク貸してからすぐだったでしょ。すぐだったから、まだお姉ちゃんと歌ってないんじゃないの。言った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 一回ちょっと待って、ちょっと大丈夫だ、大丈夫だ、俺全然そんなつもりない。やばいやばい、すごい悲しい人物やばいな。あんな楽しいアイテム、これ始まりいい気持ちにさせてあげようと思って。いらないって思ってるからさ、それをさ、誤解だって言っといてあげるからさ、うん、それは言ったら怖い。だから、カバンないから持って帰れないとか言ってたらよかったのね、最初ね。カバンないからがなかったのでちょっと傷ついたんで、それが言い方が悪かったな、カバンないからっていうのちゃんとやらなかった。言葉が足りなかったの。そうだ、カバンないからって言われたの。確かに昔の気持ちが、主人公なのにな。まあ、それでもね、つまらなかったよ。で、一回で、じゃあ、そこの誤解はクスナ一回解けた？信じてくれる？カバンないからいらないって言ったって。うん。大丈夫。で、許してくれる？俺が悪いの。許してくれる？で、そんなん言ったくせに、今言ってきたのがちょっとイラッとしたわけでしょ、クスナは。いらねえって言われたのに、まだ返してないよって言われても、いや、どうせそんな、いらないのにそんなん言ってくる、来てもこっちが本気で返そうと思えないよって思ってたんだな。でも俺が悪いって言ったそうだよな。あの時いらないって言ったくせに返せ返せっていうのは、なんかちょっとどうせまた持ってったらいらないって言われるかもしれないのに、ちょっと怖かったよね、だからまた持ってくのがね。結局人のプレゼントだから、まあ、しょうがないかみたいな感じ。で、でもその返さなかった瞬間、その言われた日にはまだお姉ちゃんと遊んでないから、一回ちょっと持って帰りたいなっていうのも確かにちょっとあったわけでしょ、あとあと考えたら。まあそうですね、それがあったからね、うん、で、果たしてそれが全くない状態で今日まで来たのか、それとも持ってたら持ってたでちょっと自分も楽しかったのかが、で、ちょっとまたニュアンスが変わってくるかなって思うんだけど、まあ自分にもメリットがあったのに、今りょうやにただ、いや、いらないって言ったじゃんっていうのはちょっとおかしいかなと。そうだね、うん、正直何回か、カラオケはした。した楽しいな。それは楽しかった。楽しかった。楽しかった。それいいことだよ、うんうんうん、じゃあ、りょうやに返さないことでクスナにメリットはあったんだね。できた、うん、うん、そうだ。ただその、うん、私は多分このいらねって言われたことだけをずっと根に持って生きてた、うん、それをワンアイテムにして、もうどうせいらねえだろうで、自分の好きなように遊んじゃってたってとこあった。ああ、あったね、あったね、うん、そこあったって言えるのすっごい偉いことだから、ね、自分のそれ、なんか、それすごくいいこと、それ立派で、それは、うん、で、じゃあ今、今こうなった今、返す、もう、うん、明日じゃあ返すとしたら、明日もう返す、それともあと何回かだけ遊ばせてほしいか、かもう返さないか、うん、か、いや、もう一個あるね、もう一個買うか。あ、
自分も持ったまま、りょうやにもう一回あげるか、ね、使ってみたら楽しかったから。そっか、うん、この4つかな、選べるとしたら、うん、こっからちょっと選んでみようか、返そうかな。めんどくせえもんな、もう全部もう返したら一番じゃあ、じゃあ返せよ。何やってんだよ、ずっと返したら一番丸子さんあるもんな。今の、今の言い方ムカついたな。あ、そんな言うなら、じゃあ返しますよって。何すねってんだ、お前。ほら、もう、お前はもうプレゼントもらった側だからね、疲れちゃったわ。何歌うの、返されて。あ、そうじゃん。愛歌とか。愛を欲しいね。悩む、うん、また泣いちゃった。泣いたら負けだと思ってる。でも旦那さん、今のなんで泣いたの？そのなんか、なんか何、仲良しから言うと、クズナはもう本当にこうだから、その言われたところを根に持ってて、他のことは一旦置いてるから、それを引き合いに出されたから、言われた時の気持ちだけがボンって出てきて、もう一回来たの、泣いちゃった。なんか、これ合ってる。ちょっと優しい友達だ。 この映像やばいだろ。この映像、1個信じてほしいのは、俺はカバンないからいらない。あんたね、かわいいって。それだけ何すんだよ、マジで。それだけ信じてほしい。まあ、この涙は多分このそれの涙じゃない、ね、多分いっぱいいっぱいになって出ちゃう。そうそう、感情がすぐ一個のテーマについての涙じゃないの。うん、この空気の、この空気、めちゃくちゃ今泣きました。みんなが詰めるからだよ。詰めてるというか、詰めてないよ、一回言うというか。俺たちはフラットにしようと。優しすぎるんだよ。私、ほんと、あの、ほんとにこのバイトで店長に励まされただけで泣いちゃうから、ほんとに。これは本当に。え、バイトってさ、どこでしてたの？何バイトってどこでしてたの？バイト、うん、待って先週なんか話してたじゃん。何？じゃあいいです。まあ、本当におめでとうだね。大丈夫、大丈夫、もう全然大丈夫。終わろう。え、じゃ返すね。まあまあ、そこだな。今日の結論。あ、ありがとう。いや、どっちでもいいよ。あ、やばいやばい。もうちょっと。もう一瞬。整理しよう。え、本当にいらないって言ったんじゃないの？もういいよ。いらないって言ったよ。俺が言ったよ、いらないって。ごめんな。すごい。悪人自ら悪人に。俺がいらないって言ったんだ。全部の方が絶対買い物もそんなのあるけど。言った。俺が、多分そのさんも欲しいんじゃないの。いや、実はずっと何歌うか考えてて、そのさんが言ったんでしょ、だから。そう、そのさんが言ったんだね。俺が言ってどうなんだよ。俺が急にいらねえって言ってどうなんだよ、それ。え、どういうこと。何いえ、言いました。あ、見てない。鼻ほじっちゃう。さっきより早いから。慣れてるな。これできる。慣れちゃった。今日はこれができるんだから。よしよし、よしよし。ねえ、もやこの誕生日おめでとう。おめでとうございます。じゃあ総括をね。2年連続最悪の誕生日になっちゃう。お前、もやこの誕生日台無しすんなよ、毎年。大丈夫、もう言い残したことない？大丈夫、はい、うん、マイクは返します。おお、ああよかった、はい、うん、あん、待って、じゃあ結局さ、うん、カバン持ってたんじゃないの、あの日、本当は。いや、もういいよ。お前の絶対じゃないです。一回最初からせるでしょ。いやいやいや、あっちゃち、もうそれ、この話大好きだろ。面白すぎる、なんだこれ。